どんなに大人になっても僕らはアトムの子供さん。いや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 前回はですね、平野くん、頑張れ平野くんだったんですけど、はい、今回登場していただくのは、ミスター T こと、はい、千葉ちゃんです。どうぞどうぞ。はい、千葉ちゃんです。千葉ちゃん、ちなみに参考までに年齢は、はい、今年23です。はい、23歳。今年テクニカルを取ります。頑張ってみましょう。40です。はい、子供となってもおかしくない、おかしいな、そうだね、17で、うん、うん、あのテクニカルに向けてね、うん、頑張りたいと思いますんで、はい、頑張ってね、今年取って、うん、もうあわよくばクラウンまでね、うん、行っちゃってもらおうかなと思いますんで、はい、頑張りましょう、行くぞ、おお、はい、どうもどうも、こんにちは、こんにちは、オープン3周目のウィングヒルズです。はい、広がってきましたよ、コースが、はい、広がってきました、ぐん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 、うん、ね、今日はちょっと混んでたけどね、そう、一時この最後の斜面、うん、ビューン伸びて上までここまで来た、うん、で、その後にこうディズニーランド方式に変わって、うん、ちょっと下にしよう、はい、うん、けど午後はだいぶ空いたの、うん、今日は、うんうん、さて、今日は何するんだっけ。さあ、今日はですね、皆さんお待ちかね、目指せテクニカルシリーズテクニカルね、そう、テクニカルの壁が1回来るよね、1級の後に。いや、結構ね、うん、あの2級から1級の壁が分厚めであって、あ、その後さらに分厚くてさらに高い壁として、うん、テクニカルがあって、うん、テク取った後にもう壁なのか山なのか分かんない壁が、クラウンね、クラウンの壁が来るんですけど、うん、やっぱね、去年はやってないな、一昨年やったんだよな、うん、メザテクシリーズの、はい、見事合格しました、第1弾平野くんね、うん、テクニカルを無事取ってね、卒業したんですけど、うん、何してるのかな、スキーしてます、うん、多分ね、最近見てないけど頑張って仕事してる、今は、うん、そう、今は仕事、ま、あの時は学生で仕事しながら、そう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 、あれね、スキーを頑張ってみたいな。今は予選とか出てるから、はい、うん、で、今日はそれですね、今日は、うん、なんとテクニカルニューテクニカル志願者の、はい、ミスター T こと、ミスター T、 ミスター T です、ミスター T、 千葉です、いいのか、言っていいのかミスター T こと千葉ですはい、千葉ちゃんです。1級はいつ受けたんです？1級は2年前受けました。2年前の1級、うん、で、去年はテクニカル受験しましたか？受験しました。どうでしたか？落ちました。何回受けたの？去年が初めてです。そうか、そんなね、簡単に1回で受かる人なんてごく一部だからね。そうだね、うん、で、ちなみに覚えてる点数？覚えてます。大回り80です。あれ75か、75です。大回り7、小回り75です。総合括弧75です。おお、今合格、うん、合格だね。不正値74です。おお、1点足らずか。不正値で落としたんだ。不正値は OK、不正値は多分分かる。で、不正値けど、うん、75ってことはジャッジ目線からすると、あー、ギリギリ合格でいいかなっていうラインかな、うん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 、うまいってなるとジャッジはこう76点ポン出す感じになるんで、整地、うん、まあ、上げるのも手だね。そう、整地、うん、大回り小回りあたりで76、76ってきて、コブで、あ、ミスったでも合格しちゃったっていう取り方もある。けどフラットで撮りたいよね、まずそうなんで、今日から1年間ね、うん、テクニカルに向けて密着していきたいと思います、はい、ちなみに愛知県の予選出てますんで、はい、
ちば何年間出たの？去年初めて。あ、そうなんだ。去年はちなみに順位は69位です。69位、6級ね、6級、うん、ってことはそこは20位、根田さん20位、頑張ります。20番台、20番台、うん、20位以内目指します。おお。じゃあ1枚目ね、頑張って、うん、それまた15位じゃないの、1枚目って。え、あれみたいなレースみたいな感じかな、どうだったら分かんない、分かんないけど、うん、まあ上の方に行けるよね。今日、前回のメザテク平野くんは9位だっけ、9位まで行ったんじゃなかったっけ、そんな感じだね、1桁まで行ったかしたっけ、うんうん、なんで目指せテクニカル第2弾ということでね、はい、頑張っていきましょう。愛知県20位以内ね、頑張るぞ。 OK。 はい、千葉ちゃん不正地、はい、はい、ではデモの不正地、うん、はい、どんな不整地？車道的には、うん、緩めの不整地なんですけど、うん、と今一本千葉ちゃんのね、うん、滑り見せてもらったんだけど、はい、テーマやっぱり74点っていう、うん、ところはバランスにあるかな。バランス、不整地の、はい、一番重要な、はい、ポイントは、うん、バランス、バランスね、バランスを高めるっていうことかな、うん、もう常にこう凹凸がある状態、平らなとこ滑れないっていう不整地の動き、うん、常に、斜面に対応して滑るっていうのが大事なので、バランスを、保つための練習一発ここでやっていこうかな。はい、まあ、ここから先は意外とこう緩いシャドウが続いていく中で、はい、ちょっとボコボコしてるところがあるんで、うん、外足バランスっていうのを徹底的にするために、外足だけコブの中に入れて滑る、なるほど、っていうのを今からやっていきたいと思いますんで、はい、行ってみましょう。はい、じゃあお願いします。はい、L、曲げる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 、シュー。さあ、千葉ちゃんです。曲げる、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  OK。はい、多少は外足こう曲げて滑れるようにはなったんですけど、まだ脚部の運動量が少ないかなと思いました、うん、一番深いところに外足がグッと入った時に自分ごとこう足が曲がってくるっていう動きをちょっと意識してあげるとバランス取りやすくなると思いますし、特にまあテクニカルとかでもよくあるのが緩斜面に不整地が設定してあるところっていうのは、どうしても下からのこういう圧っていうのが少ないんで、急斜面よりも脚の運動っていうのが少し出にくくなるんですよね。で、脚の運動が出にくくなるとバランスが崩れやすくなったりもするんで、こういう緩い斜面のイージーなコブっていうのは自分からこう曲げていくぐらいの感覚で雪面コンタクトを求めていくっていう連続で滑った方がうまく見えるので、うまく見せたもん勝ちってとこですね。なるほど、うん、じゃあ千葉ちゃんもっと自分から動いて、うん、行ってみよう。自分から足を動かす練習です。よいしょ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 、はい、はい、
はい、今ね、小回りを見せていただいたんですが、はい、小回りに関しましても、うん、バランスが左右にぶれすぎちゃうかなっていう、うん、バランスだったかな。で、どうしても小回り、今はあんまり実践的な小回りじゃないんですけど、ちょっと刻むっていうか、ウェーデルに近い小回りの中で見られたのが、やっぱ自分からこう圧を与えていくときに、足裏に対してダイレクトに重さが伝わるっていう感じっていうよりは、はい、お尻がこう落ちちゃって、うんうん、どうしてもテールを逃がすような動きっていうのがすごく多かったんで、はい、ちょっとここ上下運動が必ず足裏にこう伝わる上下運動、うん、片足でこうやって上下運動したら絶対に足裏に伝わるんですけど、うん、これが両足になるとどうしても板頼って足首が緩んでみたいな動きが出ちゃうんで、片足スクワットをちょっと意識した上下運動を使いながら滑ってもらうと、これもまたレベルアップが見込めるんじゃないかなと思います。はい、で次はどうなりますか。はい、上下運動のバランスをね、うん、良くするためにここからはですね、ターンの後半、はい、内足を上げて上下する、ターンの後半内足を上げて上下するっていう自分のバランスをちょっと、感じる練習をしてみたいなと思いますので、はいはい、ご覧ください。お願いします。はい、行きます。ターンの後半に片足バランス、片足、あー片足、ターン、ターン、片足、ターン、片足、ターン、片足、そうそうそう、ターン、片足、OK。 はい、まあ、今滑ってもらって、ターンの後半膝頭が片足になった時は結構安定したんですよ、はいはい、けど両足の時に膝頭がこう左右にぶれる、なんか滑走面のこういう角度が安定してないっていうのがあるんで、片足で立った時みたいなこうビシッとこう足の裏が雪面にこうなんだろう埋まってるような感覚の立ちを練習すると小回りの安定感も出ますし、これもう整地種目に関しては共通の部分になりますので、整地共通ですね、うん、共通して言える部分になりますので、しっかり自分の体重を支えられる位置で滑り続けるっていうのを意識するといいでしょう。はい、チャンネル登録よろしくね、グッドボタンもよろしくね。あわにいち